ああ、力を合わせて井戸の謎を解き明かそうじゃないか。シェイクスピアもこう言っている。眼前の恐怖も想像力の生み出す恐怖ほど恐ろしくはないと。ああ、出た出た、待ってました。カオル君のシェイクスピア、いつ出るのか楽しみにしてたんだ。ヒナは本当に私のシェイクスピアが好きだね。うん、だってそんなこと言う人普通いないから面白くて。カオル君のシェイクスピアが聞けた日はいいことありそうな気がするんだ。また一人子猫ちゃんを幸せにしてしまったね。シェイクスピアの言葉はとても深く儚い。満たされた気持ちになってしまうのも当然のことだよ。でも難しいよね、シェイクスピアの言葉って。何しろとても深い言葉だからね。こんなにも深い言葉はそうはないよ。ただ意味はわからなくても心で深みを感じることができれば大丈夫さ。ううん、意味はわかるよ。言い回しが難しそうってだけで。え、みんな井戸の噂を勝手に想像して怖がってるから、本当のことがわかれば怖くないってことだよね。そういうつもりで言ったんじゃないの？カオル君？もちろんそのつもりで言ったのさ。本当に深いね、シェイクスピアは。実に儚い。やあ、子猫ちゃんたち。おや、昼休みだというのに掃除をしているのかい？可憐な乙女たちが懸命に掃除に励む。とても儚い行為だね。よし、私も手を貸すよ。そうすればすぐに掃除も終わるはずさ。お、カオル君、聞き込みは？それも大切なことだが、子猫ちゃんたちのピンチを見過ごすわけにはいかない。何、私の手にかかれば掃除なんてあっという間だよ。舞う花びらのように華麗なちりとりさばきを見せてあげよう。華麗なちりとりさばき？なんかルンってきた。あたしも手伝うよ。見たい見たい。すみません、ちょっといいですか？井戸のことでお話を聞かせてほしいんですが。ねえ、あの井戸のことで何か知ってることってある？ラン？あ、リサさん。大丈夫？聞き込みできてる？その、話しかけるタイミングがつかめなくて。そっか。なんか、ランが話しかけようとして諦めてるのが、目の端にチラチラ見えてたから気になっちゃって。御嶽さん、人見知りするタイプなんですね。得意ではないかもしれないですけど。こういうのは勢いが大事だよ。ほーら、一緒に行こう。ちょ、待って。ごめん、ちょっといい？聞きたいことがあるんだけど。はい、ラン、話を聞けるタイミングだよ。ここで私ですか？アフターグローのこと知ってるんですか？リサさん。